ニょいきんこは、中国の伝記小説、西遊記に登場する架空の道具。俗に、ニょいぼとも呼ばれる。西遊記の、主人公孫悟空が使う、神沈血星で両端に、金色のタガがはめられた棒。ニょいきんこ重さは13,500斤という名がある。ちなみに、著八海、佐護城両名の獲物はほぼ3分の1、5,040斤。 持ち主の意に従い自在に伸縮するので、悟空は普段、マッチ棒ほどの大きさに縮めて、耳の中に収め、携帯している。必要な時には取り出し、長さ1錠2尺、太さはシルワンほどにして使用している。最大の大きさは、上が33点、下は沈黙までになる。元は、黄河の治水に項を残したが、航海の深さを測定した、際の重りという。 その後、東海竜王、高広市の竜宮の地下の蔵に、海の重りとして置いてあったものだが、孫悟空が、竜王から奪い、移行旅が終わるまで武器として使い続けた。大乗六君作。五歳勇気では、孫悟空が、高山に置いておいた、如意金庫棒を、孫悟空と同じく石の卵から生まれた猿の孫ゴリマが、千人修行の後に使いこなす。南武器、第一回では、 玉光朝廷の宝比べにおいて、孫行者は、如意鉄棒を献上した。孫悟空の用いる武器として有名であるため、最有機を題材にした作品の多くに、如意棒が登場する。伸縮自在という特徴に加え、何らかの法案を行っている例が見られる。また、長さ、大きさ、高度が変化することになぞらえて、断性機の俗称として用いられることもある。ありがとうございます。